ンズで見つけたとんでも可愛いスヌーピーの小物入れを紹介したいと思います。柄がね本当に可愛すぎて一目惚れで購入いたしました。今回購入したのはこちらの2点でございます。めちゃめちゃ可愛いですよね。まずは周りの柄をねゆっくり見ていきたいと思います。こっちはね上にオーナメントみたいなのがこうずっと乗ってて、スヌーピーさんがサンタさんの格好しててマフラーがウッドストックちゃんとつながってます。こちらスヌーピークリスマスバンブーコンテナになっておりまして、お値段は880円でした。中にはお菓子が入っているみたいで、そちらもねこの下に書いてあります。中についてはまた後で紹介したいと思います。そしてこっちの柄がね最初とんでも気に入りまして購入しました。スヌーピーとライナスくんかなと思うんですけど、2人で雪遊びしています。このね笑って飛んでるところのスヌーさんめちゃめちゃ可愛くないですか。この商品の表示タグを剥がすともっと柄が見えそうなので、ちょっとこれを剥がしていきたいと思います。するとねさらに2コマくらい出てきましたので、もう一周しましょう。めちゃめちゃ笑ってますね2人で。まずはジャンプしてステンコロリン転んでっていう感じですね。足で蹴って笑ってみたいな、めちゃめちゃ可愛いです。こっちは剥がすとね雪だるまさんがたくさん出てきました。なんと帽子の中からウッドストックちゃんがっていう感じの柄になっております。めっちゃ可愛いね。蓋の部分がねこんな感じなのもおしゃれですよね。容器が白いのでよく合います。そして蓋の部分にはこういうゴムがついてるので結構ピタッと閉まります。蓋だけ持ち上げても全然開かないんで、結構ちゃんと容器を持って開けないと開かない感じでした。蓋を開けると可愛いお菓子がたくさん出てきました。まずチョコレートが2つとこういうクッキーが2つと、それからプレーン味の焼き菓子が1つとココア味の焼き菓子が1つ入ってます。全部ねスヌさんの型がついてるのでめちゃめちゃ可愛いですね。食べるのがちょっともったいないぐらいです。おそらく2つとも内容は一緒なんですが、ちょっと見ていきたいと思います。こっち側もチョコレートがまず2つ入ってますね。これがなんと、あれ？柄がさっきのとは違いますね。さっきは同じ柄が2つ入ってたんですけど、今回は違う柄が1種類ずつ入ってました。裏もね可愛いスヌーピーの影が映ってます。さっきのも合わせてちょっと比較してみたいと思います。こっちはね座ってるスヌーさんが2つついてたんですけど、右側の箱には餌箱を加えたスヌーさん、ウッドストックちゃんも入ってますと、歩いてるスヌーさんの型がついたチョコレートでした。ちゃんと見てみるとそういう楽しみ方もあるなと思いました。クッキーは同じ型だと思います。こちらもね同じ型のスヌーさんの焼き菓子になっております。こっちはねパッケージが若干さっきのと違いました。ウッドストックちゃんが気球に乗ってるのは同じなんですけど、帽子をかぶってるイケメンスヌさんとコーヒーを飲んでるスヌさんバージョンがありました。素材感がなかなか伝わりにくいかなと思うんですけど、よくあるバンブー素材のお皿とかと同じ素材だと思います。これにねお菓子とか入れてこうやってリビングの机の上に置いとくとめちゃめちゃ可愛くないですか。蓋がめっちゃしっかり閉まるので、今はちゃんと閉めてないんですけど、そういう意味でも使い勝手がいいなと思いますし、こういう風に重ねておくこともできるので、2つ重ねて私はダイニングテーブルに飾っておこうかなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。これはなんかインスタで見てるとプラザとかカルディでゲットしたよっていう方もいたので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただけるととんでも喜びます。これからもスヌーピー情報をたくさん発信していこうと思いますので、ぜひ楽しみに待っていただけるとと思います。では次の動画で。じゃあね、バーイ。